私も悪いよ。従属を軽く見て欲しくなかったからね。結構厳しいことも言ったって自覚してるよ。ねえ、本当どうするの？ちゃんと責任取れるの？責任は取るけど、今後この子たちが私の役に立つかどうかはこの子たちの問題よ。それこそ朝と夜が幸せになろう学校になろうが、それはこの子たちの問題。ついてきたい。価値が欲しいなら自分で何とかしろってこと。私はそう考えて決めたわ。優しくして過保護にするのだけが愛情じゃないのよ。厳しく、そして相手奈落の底に叩き落として力ずくで這い上がってこいって言い切るのも愛情なのよ。アマちゃんかと思えばとんだ鬼畜野郎だったな。まさか俺の才能を夜に渡すなんてよ。俺絶望の才能の使い方知らねえぞ。ねえねえ、あなたが朝だよね。はじめましてだね。私夜、やっとお話できたね。そうだな、互いに災難だったな。やだりりり、しかも堂々としててかっこいい。朝私の想像していた以上に素敵。まあ、言った通り壊したことで二人を生み出せたからこれ以上私が関与することじゃないけど、大丈夫、何度も聞いたよ。ノルンに勝てるの、あの子本当に強いよ。今は力がないかもだけど、本来の規定値レベルになればニールをも倒せる可能性を持つ化け物になる。とてもじゃないけど今のこの二人がノルンに勝てる未来は見えないんだけど。そりゃお前が見えてないだけだ。そろそろコンタクトかメガネの購入をおすすめするぜ。生まれたばかりのくせに生意気だね。そうだな、勝つつもりだからな。何せ相手も不完全、俺たちも不完全、条件は同じ。これで負けても言い訳にもなんねえよ。そうだね、絶望の能力は扱えないけど少し感覚をつかめば希望の能力は扱えるよね。ただ特性は従来通りだから不便に感じる場面の方が多いかも。目立って絶望に適してた A 点盤を朝が持っちゃってるし、それは仕方ねえな。慣れるしかねえな。姉を、約束の時間まであと何時間だ。残り2時間、それまでの間に今の状況を理解することはできる。即実戦で相手もかなりハードな相手になるけど、問題ない、というよりどうにかするしかねえな。おい夜、絶望の使い方を俺に教えろ。俺の希望の扱い方も教えてやる。互いの認識を高めておかねえと互いの足を引っ張ることになるぞ。秘密のお勉強会だね。私ずっと一人だったから楽しみ。はぁ、おとなしく一人を選んでたらって正直思うところはあったけど、あの二人を見せたら今の選択でよかったって思えるわね。その結果が出るのはこれからだよ。彼女たちの才能を奪った代償と責任、そして今から行われる試練の結果。私は戦闘とかから騎士だから教えることは何もない。ここで月下様がやれることはもう何もない。ただ月下様が選んだ選択で成功をつかむしかない。これも何度も言ったけど、残酷な道だよ。彼女たちにとっても、月下様にとっても。今更よね、ここ1年ずっと試練続きの挫折続き、努力が報われたことなんてそうそうない。その場その場で新しい力で何とかしのいできただけで私自身の実力でどうにかなった場面は少ない。今回だってそう、でもただ今回はノルンっていうイレギュラーがいたから力を借りただけ。本命のメリアちゃんとは私と旧鬼戦士たちで戦う。それもかなり大変な話だと思うけど、月下様がそれで納得してるなら頑張ってくるといいよ。一部の旧鬼戦士の洗脳は解けてるから問題なく使えるよ。術者の夜が絶望系統の能力扱えないから効果が切れただけなんだけどね。それじゃあ今度は試練の後で、いい結果が聞けるの楽しみにしてるからね。そうね、ここからは私の戦い。この選択も込みで全ての結果がもう少しで出る。最善を尽くそう、最後のチャンスなのだから。待っていなさいメリアさん、絶対に勝てる。さあ、長かった、ここで決まる。私は手加減をしてはいけない。甘さで選んだ選択は必ずどこかで綻びが生まれ、鈴となり、崩れ去る。やるなら本気。言い聞かせてんね。それだけ自分を納得させようとするならさっさと認めたらいいのに、どんだけ理由探しに時間かけてんのさ。ノルン、これはそんな簡単な問題ではなりませんよ。これは力ではなく月下ちゃん自身の成長の問題。月下ちゃんが変わらないとご主人にも影響が出る。思考誘導は最も危険な行為。それを委ねる月下ちゃんだからこそ一切の妥協は許されないんです。いいじゃんか、主と同じように一緒に成長させてやれば。まだ19歳、神回だと乳首に毛が生えたガキじゃないか。乳首に毛、乳首。思考が追いつかないか。つまり言うとだな、まだまだ未熟な奴にあまり完璧を押し付けるものじゃないってことだ。20代で年収1000万、最低でも年収800万とか、保釈脳内を花畑売れ残り婚活ゾンビと同じ思考だって言ってるのさ。まあ、望むだけなら自由だからいいじゃないですか。許してあげましょうよ。あまり高望みはするものじゃない。メリアだって全知全能がないとミスが多かったはずだ。それが普通だ。ミスはする。完璧なんて思考なる存在である私でも無理なんだから。ところどころで自信を上げてきますね。
それに、完璧なんてつまらないぞ。完璧じゃないから面白いんだ。メリアも月下がお前の望む姿になった時、きっとつまらないと思って余計に距離感を空けるかもしれないぞ。はっきり言っておくよ。月下がこの戦いで負けようが勝とうが何の意味もない。月下に求められているのは強さではないからね。他の人にも同じこと言われましたよ。だからメリア、勝敗ではなく、極限の選択肢を与えて月下がどう答えるか、それを戦闘中に試すのはどうだろう。例えばどのようなことですか？パトを選ぶか、身内を選ぶか、選ばれなかった方は殺す。メリアを殺せば専属神、もちろんメリアは生き返らない。どうする？大切な記憶を犠牲に力を与える。その力があればメリアに容易に勝てる。どうする？とか、トロッコ問題ですか？価値観や倫理観を問う思考実験。そうそう、その質問と選択肢の結果、メリアが納得するか否か、それを戦闘中に問えばいい。私が出しゃばったのはその邪魔者を排除するためだ。従属に思考アシストはさせない。全部私が受け負う。それが私の思惑ってやつだ。なんでそこまでして？わかってるんだろ？式月下がラストピースだ。苦労したぜ。帝国でメリアの代わりに承認してたのは、パトはしっかり正解を選んだ。ソルテとラルが8人目と9人目の専属神として選ばれた。メリアの中で結果がトールに勝った。カナはロートに勝った。ハクはリフレットに勝った。ソフィアとコトカは唯一無二。残りはソルテとラル。ここはどうしても専属神候補から外せなかったよね。あなた、どこまで私を。さあ、でも久々にいい気分でしょう。言われなくても自分の思い描く通りに動いてくれる駒の存在は。天寿天命、詳細は伏せるけど私の行動原理の根拠、悪用厳禁だよ。さて、そろそろ時間だ。しっかり答えてあげてね。生かすも殺すもメリアだよ。もちろん未来の話ね。思うところはたくさんある。ノルンという私の世界の王。だけど何もできない私にここまでお膳立てされた。なんか、いいですね。ずっと私は考えてきた。その結果で王者をしていた。だけど私自身が誰かから動揺しながらも誘導される。皆さんもいつもこんな感じだったのですかね。私の全てをさらけ出してあなたを肉体的にも精神的にもとことん追い込んであげます。専属神になりたいなら私の圧迫面接をクリアしてみせてください。わかる。本当に長かった。この1年私は専属神になるために自分を見直し続けた。そして最後の最後に自分の甘さとも向き合えた。今の私ならメリアさんと戦える。戦おう。私の今までの人生の中で最大で最強の壁を越える時だ。ショータイム。我のガーデンにようこそ。歓迎するよ式月下。昨日言った通りだ。しっかり準備はしてきたかな。人生の荒波に飲まれる準備はできたかな。さあ、見せてくれ。本気の戦いを。互いに悔いのない死闘を演じようじゃないか。朝、夜、あなたたち神がドルエデンの代表よ。勝ってきなさい。いいぜ、神聖の力を見せてやるよ。いいよ、やろうよ。今の私は何も怖くないよ。いやいや、随分低く見られたものだね。エステルから見たら我はそんなに容易に見えたのかね。生まれてすぐに混乱の記録を見せてあげるよ。逃げ場のない苦痛の世界にね。今さら月下ちゃんがどうしてきても驚きませんよ。本当は嫌で嫌で仕方ない。だけど本気だからこそ、本性をさらけ出して戦いましょう。絶対服従の栄王、という二つ名にかけて。とことん落としてあげますよ。再起不能になるまで。やれるものならやってみろ。神風霊。あなたが今まで私を散々否定してきたもの全部ぶつけて、全部間違っていたか教えてやる。今度はあなたの全てを私が否定してやる。私が正しかったと証明してやる。過ちを認める準備はできた。犯した罪に懺悔する準備は。全部否定して、そしてその後手を差し伸べてあげる。救ってあげる。全ての屈辱を味合わせてやる。覚悟しておけ。やられてそのままの私じゃないぞ、メリア。それで、絶望ってなんだ。夜はどう扱っていたんだ。私を不幸にする奴をそれ以上の不幸に叩き落としてやろうって時に使うかな。想像してみて、相手がどんどん失敗して不幸になって絶望していく姿を見てたらさ。滑稽に思わない？お前がすごい陰湿で嫌な奴ってことはよくわかったわ。それを言われたら希望なんてわからない？どう扱うの？希望なんて明確だろう。躍動感さ、俺を奮い立たせる、前に進もうって気持ちにさせるんだ。思い切ってあいつの顔を殴ってやる。みたいな。
相手の顔殴ったことあるか、スポーツとかで夢中になったことあるか、脳からアドレナリンがドパドパ出てよ、あの無敵とも思える高揚感。たまんねえだろ。全然理解できない。そうだな、お前が嫌いな奴を不幸にしてやろうって思う時はどうだ、目的を果たそうと夢中にならないか。なる、なんかゾクゾクする。まあ、そんなもんだ。じゃああれかな、絶望って相手を叩き落としたい、引きずり下ろしたいって気持ちが強いんだけどね、それって勝負ごとで相手を倒すって感情に似てないかな。相手が倒れたら気持ちいいでしょ、強い相手が倒れたらスッキリするでしょ、そんなイメージはどうかな。なるほどな、それならなんとなくわかるぞ。あれ、だとしたら希望ってあまり絶望と変わらないんじゃ。だって相手が不幸になるのが私の希望だし。そう考えたら相手をぶっ倒すとか、障害物をぶっ壊すって感情が絶望なら希望とそう変わりないんじゃねえか。ぶっちゃけ自分が気持ちよければそれでいいし。あれ、何も変わってないね。引っ張んなよ、マジで、俺一人でも十分戦えんだからな、お前はおまけだ、おまけ。おまけでもいいの、少しでも私のことを気に留めてくれるのなら私はそれで。いや、戦闘始まったら気も止めねえよ、邪魔なら敵もろとも処す。ああ、処してくれるんだね、朝が私のことを処してくれるんだね、どんな感じかな、ゾクゾクしちゃうね。こいつすげえ気持ち悪いって感じる時があるんだけど、マジで俺の妹なのか。次回が楽しみだね、こんなじらしひどい、けどそれも楽しみだからいい。強いなお前。